桜小路一隆。その名は今日の武道界では伝説的な達人として語り継がれてきた。幼少より日本武道に親しみ、青年時には中国へ渡り中国武術を学んだ桜小路先生は、帰国後さまざまな流派の空手や富山流の抜刀術を学び、内科研の達人王樹金老師の来日時には陳判例99式太極拳を学んだ。その後これらのさまざまな日本武道と中国武術を融合させ新しい武術を作り出すことを目的に大日本弘武会を旗揚げする。大日本弘武会を訪れたオランダの柔道王ウィリアム・ルスカ氏は後に、私は日本の武道に腹を教わったと述べている。武道は腹を練るために行うものである。勝負の時は命を相手に捧げなさいという桜小路先生の教えであり、これが無構えの自然体で立ち敵の気配を読んで一撃で合わせ仕留める交差法の利合である。桜小路一隆先生は幼少時より多くの武術に触れたが、その中でも居合術を最も重視されていた。桜小路一隆先生の武術の前伝を受け継ぐ岡林俊夫総師範による無双直伝栄新流居合術の演武である。